はい、今回はちょっと楽しい企画をね、はい、久しぶりに紙飛行機を作って、うん、飛距離だったり滞空時間をこう競うじゃないかという、硬いな俺な。そう、ね、いや硬くないよ、うん、まあそういう企画でございます。はい、ここはトリムの森というね、あの一回心霊スポットで来たけど、ピコンピコン、この辺で、うん、昼間来たら全然違うよね。めっちゃ遊べる場所ある。全然平和な、こう人もいますね、うん、そういう感じなんで、はい、ちょっと不気味さが全然ないちゃんとした公園なので、うん、まあ、楽しいんでね。そうですね、久しぶりに飛行機を作るよ、エンジョイしようじゃないかと思います。飛距離を伸ばすのと、うん、耐久時間でバトルしようか。そうですね、はい、木にぶつからないように気をつけながらやっていきたいと思います。そうですね、はい、行きます。さあというわけで、はい、ちょっとね、さっきのところから上に登ってきたところで、はい、この木を使った線の位置からね、はい、飛距離の出る方から飛ばしたいと思います。はいはい、いやこれはね、他県まで行っちゃうんじゃないかと。他県、はい、怖さがありますけど。じゃあ飛ばしますか。こや県まで、他県までだろ、他県までの、行くぜ。まあざっと見120m。なんかもう紙切れとなって落ちちゃってるけど。お、あでも意外と止まなかった。いやいや、でもなんか行くかなと思ったんだけど、うん、なんか優しくあれだったね。そう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 、リリックしたんで、まあこれは一応もう一回やる。そうですね、もうワンテイク、もうワンテイクやる。ここは2回目は行くで。はい、勢いで行く。キラキラペーパーやこんなの。飛行機やないこんなの。ほら、おお、めっちゃ飛んだ。待って、これ行きましょう、 こっちまで行きましょう。いや、もっと飛ぶかなと思ったんだけど。いやでも待って、これ次元が違うぜ。でもはい、これ松さんのね、飛行機刺さってるし。本当だ、勢い、力が。レディーゴー。おおお、すごい、意外と。いや、ふわふわ割にかなった。4秒51。意外と、意外といった。俺が一番びっくりした。うわ、上がったみたいな。レディーゴー。おおおお、あーすげえ。これは4秒20です。あー、さっき何秒だったっけ。同じぐらい、同じぐらいか。レディーゴー。お、まあさっきで2回な。3秒42。ゴー。お、あーレディーゴー。おおお、あ、2分ね。2分、2分じゃねえ。2秒、俺ちょっと若干遅れたけど、2秒でも50ぐらいだな。2秒50、うん、今80だったんだけど。よし、おお、お、え、すげえすげえ、え、待って、すごくない。今あの位置にいましたよ。めっちゃフォーンっていったね。